ホテル、シャングリラホテルに、泊まって、まあ、リキシャですかね、これ電動バイクですわ、それに乗って、最初40元ということで言われたんですけど、30元に値切って、光林、孔子の林という、さっきのところからだと3キロぐらいあるところへ今連れてってもらってる最中ですね。まあ安全性のこと考えればタクシーの方がいいし、おそらく値段も10元かそこらぐらいで行くだろうと思うんですが、まあもう最後ですからね、こういうのもたまにはいいんじゃないですかね。ああいうもんがありますわ。まあなかなか楽しいじゃ楽しいですよ。ということで、とりあえず、力車からの中継終わります。シェイシェイ財前。